これです今日は Amazon のカタログ作成の際の注意点、えー。まず、タイトルとメイン画像で何の商品がいくつ届くか、注意点はないのか、書かれていないカタログはトラブルの元と、えー、トラブルの中には売れないというのも含まれる。えー、どういうことかというと、例えばこれ、正反じゃあね、まあ、これ見ると、 えー、タイトル載ってて、ライス e 型番があって大きさ書いてあって、まあ、えー、一見問題なさそうに思えるんですけど、これ何ボルトというのがね、えーまあ、重要な情報というのを書けばこの辺に出てくるんで、これ買いとかないとね、多分売れないです。えー、なぜなら、えー、海外のボルトと日本のボルトが違うっていうのはね、えー、当然、えー オーストラリアにいる人も知ってるんで、まあ、これオーストラリア向けのものなのかな、そうじゃないのかなっていうのは当然気になるんでね、えーまあ、ここか、ここにタイトルか、あるいはこの部分に書いとかなきゃいけない、まあ、できればタイトルに書いた方がいいですよね。でそれと、まあ、例えばこのカタログじゃないですけど、えー、1個しか届かないのにメイン画像に3つ載ってたりね、えー、逆に、えー、3つなのにメイン画像に1個しか載ってなかったりっていうのは、えー、やっぱり 3つだと思って頼んで1個しか届かなかったら1個しか届かないってクレームになりますし、まあ、逆に3つなのにね、1つしか画像載ってなかったら、まあ、1つでこんな値段が高えなということで売れなかったりしますでその辺のことはね、もうタイトルとメイン画像だけで分からなきゃしょうがないと、まあ、こ,こ,のこの辺とかね、下の方の説明なんかに書いてあっても もうほとんど読まないです。本、え、当、ー、ね、えー、日本人だと考えらんないぐらい、えー、説明とか読まない、えー、のが普通の海外のスタンダード。で例えばね、えー、ホテルのエレベーター,、えー、これ、ボタン閉めるとか押すでね、回を押すのがここにあるわけですから、えー、普通にここにね、タップキーって書いてあるの見えるんですけど、 まあこれ、エレベーター乗ってね、初めてこのエレベーター使う海外の人、5人ほど一緒に乗り合わせましたけど、初めからこのタップキーね、キーをタップした人はいない。あれ、なんでボタン押せねえんだ押しても消えちゃうんだろうってことでね、これに気づいた人は5人中1人だけいたと。ねあとは気づかなかった。これ、あのタップしないと止まんないよって言ってあげて初めて、おおって感じでね、わかってました。 フロントで説明しろよって感じなんですけど、まあでもね、何しろ、えー、ボタンを押すとここで、えー、ちょっとね、見りゃ書いてあるのに読まない。ねえー、読まないのが普通で。例えばね、これ、また日本人と、まあ海外の、日本以外の国っくりの人の違、えー、いが、えー、載ってる気の毒なエピソード。ね、これ日本人が気の毒なんじゃなくて、えー 海外の人は気の人気毒な例ですけど、中国人を止めたらね、えー、禁煙というふうに、えー、ハウスルールには書いてあったこれハウスルールって予約する時きの、ね、サイトのことですから、えー、予約する時のサイトに書いてあってもね、そんなの予約する時に読まないのが普通だし逆に読んでもね、えー、だらだら長く書いてあったら全部読んで暗記してるとかね、メモっている人っていうのは普通はいないです。 逆にチェックアウトの時に、チェックインの時にね、重要な、例えば部屋でタバコ吸っちゃいけないと、ね、いうようなのがあるんであれば、えー、言っとかなきゃいけない。あるいは部屋に禁煙と、ね、ノースモーキングあるいは、ね、禁煙と中国で書いとけばいいんですけど、この方はね、日本のこのオーナーの方は何も書いてなかった。で中で泊まったね、中国人はタバコ吸ってた。ハウスルールに書いてあったのにと。 しっかり読んでなかったという中国人男性たちはすいませんでしたと素直に詫びていたというと。まあ、おとなしいいい中国人ですよね。で、2枚の清掃費用を徴収する旨を予約ページに書いていったと伝えると2人はうなだられていたそうだ。 後日、エアビー n ノビーを通じて清掃料金1万円をダメ元で請求したところ、先方はあっけなく支払いに応じてくれました。まあ、裕福でね変なのに捕まったなと思ったのか,なんか分かりませんけど、通常はこれ海外の常識だと、えー、チェックインの時にタバコは吸っちゃいけないと、あるいはね部屋に禁煙と、買いとかずにこれ金請求するってどっちかって言ったらねひどい中国人が、やっぱ中国人はマナーを守らないというような論調で日本の。 方は書いてますけど逆に日本人以外の人読んだらねチェックインするときに何も言わないでルールに書いてあったって言って1万円請求したのとどっちかって言ったらこれね日本人詐欺師に騙された気の毒な中国人旅行者というような、えー、記事です、まあ、そんな形でね、まあ、日本の人だと、ね、書いてあるのは読めよという感じなんでしょうけど、まあ、逆に本当に、えー、海外の人は読まない ね、見て判断するとか、まあ、その程度でね、えー、わかんないもんを聞きゃいいとか、まあ、重要なことならね、えー、その、えーチェック、ホテルのことならチェックインの時とかね、えー、商品を買うならその、えー、買って使う直前、だからね、梱包の中に入ってるとか、そういうことで知らせるだろうと思ってますんでね、えー、例えば、 家電製品なんていうのは、えー、説明の欄にね日本の1 0 0ボルトの家電製品ですよと書いてあったとしても、まあ、多分10人中10人読まないですからそのまま届いてね1 0 0ボルトに差し込んで壊れたって言って返品される可能性が非常に高いです、まあ、逆に2 0 0ボルトのね、えー、オーストラリアのソケットになっててもそれを書いてなかったら、まあ、分かんないなと言ってね変われないこともあるということでね本当に。 わかりやすく、画像とタイトルをわかりやすくなってないカタログはね、えー、トラブルのもと売れないということにつながりますんで、えー、日本中の科学で説明書の欄にね、書いてあるからわかるだろうとか、えー、いうのはわ、えー、かりません。まず見ない、ね。10人中10人見ない。100人中1人2人は見るかもしれない。ねえー、でも10人中10人見ないってわかってるもんだったら、見るようなね、見ないという前提でカタログを、えー、作ってないと、 いいけないとでこれカタログ作成の際ばかりでなくね、カタログに相乗りするときも、わかりにくいカタログに相乗りすると、まあ、売れないとか、売れたら返品食らったとか、まあ、売れたらトラブルになったということになりますので、えー、基本的に目立つとこしか読まない、タイトルと画像で、えー、はっきりとわからなかったら誤解されるというのをね、えー、大前提に考えてください、えー。そんな形でカタログ作成の時の注意点。まあ ホテルとイヤー b b の事例で伝わりますでしょうか。海外では説明とか読まないと。重要なこととか誤解を生むことがあれば予約の時あるいは売る時にはっきりと分からせると。で、守ってほしいことがあればその使う直前とかチェックインの際とかにさらに伝えるというのが常識ですので、決まりですからと。 目立たないところに書いてあって書いてあったとか言ってもね、えー、通じないというのが、えー、海外の常識特にオーストラリアは輪、えー、をかけて説明書なんか読まない人が多いんでね、えー、タイトルと画像で誤解のないカタログを作ってくださいあるいは相乗りの時は誤解されない分かりやすいカタログに相乗りするようにしてください